寿司屋の寿司屋の愛席イースカこの番組は新しい技術でまちづくりをより良く進めるスマートシティ略して寿司の取り組みを様々な角度から全国の皆さんと一緒に語り合うそんなイベントですイベントじゃないです録音ですはい最近あったイベントでですね市民起点のスマートシティを語る会ということでえと スマートシティですとかまち、あ、づくりですとか、まあ、そういうデジタルの活用みたいなことでですね活躍をされている、えーまあ、若い方、元気の方のですねお話をスタジオで伺いながら配信するっていうそういうイベントを月に1回やっておりますけどもあの最近ご登壇いただいたですね小林巌さん インンフォラウンジ株式会社のですね副社長ということでやられている方ですけどもまあこの方にお話を伺いましたあの小林さんはですねあのもうあの生まれてからですねあの藤沢横浜でまあずっと過ごされていてですねもともとデザインを学ばれた後にですねあの新聞の広告ですとかまあそういったようなデザイン系のお仕事をされているところから いわゆるウェブサイトの構築といったようなところにですね、あの広げられて、で今ではあのインフォラウンジー株式会社での、まあ、いわゆる技術関係のですねあの、責任者ということでやっておられるという方です、c o d e f o r ー横浜などもですね、主催をされていて、いわゆる横浜での,あの街づくりですとか、まあ、そういうデジタルの活用ですとかあの、そういったことをすごく積極的に進められている方でございますと。 はいでなんとなくこの Code for 横浜とかもすごくあのシビックテックの関係ではあの非常に積極的にあのいろんなあの活動をされててですねなんかいつもあの刺激的なイベントなんかもされていて面白いなというふうに見ているんですけどが今回、じっくりお話を伺うの初めてだったんですけどもあのすごくこう興味深いことが色々聞けたなという,ふうに思います。 具体的にはですね、横浜って結構、市民共同ですとか、まあ、市民参加によるまちづくりっていうのが非常に進んでいるというかあの活発な地域だっていうイメージがやっぱりあるんですけども、まあ、これは何でしょう、私がちょっと接している。 あの方々がたまたまそういう人が多いのかもしれませんが370万人というまあ非常に大きな人口がまあいる中でですねまあそういうちづくりに対してあの非常に積極的な方の活動がまあこれだけ大きなちをですねまあ支えているという点もまあ過言ではないのかなというふうふに思います。 でこの横浜、どうしてそういう市民共同ですとか市民参画、えー、市民活動がですね盛んなのかっていうのをこれなんでしょうかねという話をしたんですけども、ちょっと一つのこれ仮説なんですけども、例えばその京都とかですね鎌倉ですとか、いわゆるずっと古くから町があって、ですねまあそういったところに住まれている方々が、いわゆる地域をまあ良くするためのえ活動といいますか、町を維持していくための。 取り組みをしているような地域に比べて、まあ、横浜というのはあのゆ160年ぐらい前にですね、まあ、開港、まあ、港湾都市として始まって、まあ、そこから発達してきたということで、まあ、あまりこう古くからあるモニュメントみたいなものですとか、まあ、人々の,です、ね、あの中心になるような,なんかそういうハード的な建造物みたいなものはねあんまりないということ。 でではあるんですが、まあ、その分です、ね、街をこうまあ新たに作っていく例えば港未来みたいなああいう大きなまあビル街みたいなものですとかあの非常にこうね風景としてねあのすごくあの横浜の市民の皆さんにとってこうなんでしょう,こう,こう誇りに思えるような,なんかそういう都市景観みたいなものが、あのー。 街に対する思いみたいなものをですね高めているんじゃないかということですとかまあ結構、横浜も経済圏としてかなり発達していますしまあ東京もねすぐにもうほんとすぐに出られるようなエリアですけどもまあ横浜住んでおられる方はまあわざわざ別に東京まで出なくてもね横浜の中であの働くこともまああの十分にできたりしますしやっぱりその自分たちの,あの地域でまあ住んで働いてということで。 その中での,あの、まあ、コミュニティみたいなものも非常にできているということですとかあとは、どうですかねなんか思ったこととしてはですよえまあ歴史が浅い分なんかその中でじゃあどういうえ自分たちの,ですねあの在り方を考えるかというまあソフト的なあのつながりというものがあのうまく。 回っているのかなということと、まあ、やっぱりあの地域地域ごとに何かそういったコミュニティをですね、あの作って守っていくようなあのそんな方がやっぱりいてですね、で、まあそういった方を中心として中心として、えー、まあ、その街の中でのあのさまざまな総力っていうのがまあ、されているんじゃないかということですとか、まあ、あとちょっと思ったのはですよ、これはちょっと試験ですけど、あの港湾都市ということで、まああの海外ですとかあの外から船でですね、<laughs> いろんな あの外国のものなんかがま運ばれてくることで、まあ、やっぱりちょっと何て言うんでしょう偉、まあ、人さんみたいな言い方をしてますけどねあの、まあ、今で言うところのダイバーシティだと思うんですよもうあのいろんなところからまあいろんな人が入ってくることで。 あの、何て言うんでしょう。多様なま人たちがいるという中で、まあ、通常であればなかなかね。コミュニケーションが通常取れないような方々同士で、どうしてもまあ、なんとかうまくやっていくためにまあ、そういった外の人たちを受け入れる阻止です。とか、そういう心持ちというものが皆さんあるんじゃないのかな？というふうに捉えられるところでございます。で、ちょっと象徴的な言葉としてですね。まあ、横浜3日住めば浜っ子だみたいな。そういう言い方があるようで、もう本当に3日。 住んでればもうその人はですねあの横浜の人,の人間だよというふうにそういうふうに受け入れるっていうそういう。 措置があるようで、もうそれなんかもう本当に、何でしょう、外の、ね、人たちを、ね、排除するとかそういうことではなくて、ね、あの江戸っ子だったらね、3代住まなきゃ江戸っ子じゃないみたいな、そういうところもね、<laughs> ありますけど、なんか横浜のほうはそういうこともなくですねあの、もう非常に外からの人たちを受け入れるっていう、そういう、えーまあ、あの心持ちといいますか、あの文化があるんだろうなというふうに思いました。はいまあ そいったことでその小林さんはですね2008年ぐらいに関わられたいわゆるオープン横浜という取り組み150周年ですかねあの開港150周年を記念としたあの横浜の市民のいわゆるシンボルみたいなものを作るというような活動でここで。えー ま市民の皆様とのワークショップをたくさん重ねてですね自分たちで大事にしたいものは何なのかということですとか街の,町の何て言ううんでしょうこう皆さんの象徴になるようなものということであのいわゆる3枚のね屋根の,あの風車みたいなねデザインあの見たことあるかあのいやあの私もあ,あ,あれのことかってあの見てみて分かったんですけども3色の青い羽がですね あのでオープン横浜っていうあのロゴですね、あれもあの非常に多くの市民の方々とのま対話をですね重ねながらあの作られたものだということで、そういったところに関わられていく中で、そういう場作りですとか、ああ市民との対話ですとか、そういうワークショップみたいなものにですね非常に興味を持たれて、活動されたということと。 あと当時2005年、2008年ぐらいあのいわゆるあのウェブ2.0って当時はね言ってましたけどもまあブログツールみたいなものまあこれを新たに作られてですね独自にでこういったところでいろんな人たちがあの自分たちの意見を発信したりその地域でコミュニティを作ったりといったようなことをまあいわゆるインターネットを通じて行われたというまあそういった体験ですとか。 あと最近はですね横浜クリエイティブシティというものがあります横浜をその創造的なま都市にしていこうという取り組みなんですけどもこれはあの実は横浜の中でもあのいわゆるデザイナーの方々ですとかまあの IT 関係の方々ですとかまあいわゆる新しいものをね作っていくっていうそういう産業に関わる方々まあこういった方をまあクリエイティブな方々という,ふうに呼んでおられるようなんですけども。 まあそういった方々がですねあのもっと連携し合いながらあの新しい価値を作っていくっていうまあそういうえ今取り組み、イベントなんかをまあこのクリエイティブシティというところでまあやられているようなんですけどもまあとはいえあの結構、みなとみらいのねりとかあのすごく大きな企業あの例えば日産さんとかですねヤマハさんですとか富士ゼロックスさんですかねちょっと名前変わっちゃいましたけどまあそういう大きな会社さんがどんどんとあるのに対してもともと中心だった館内ですとか あの横浜の駅の周辺ですとかまあそういったところに実はあの多くのですねそのクリエイティブな方々が実はいてでそういった方々同士でまあ連携し合いながらですねまあより新しい、いい街を作っていくみたいな,なんかそういったようなことを構想しているそうなんですね。これをあのもっと進めていく ためにえなんて言うんでしょう,あのまあそう,いうイベント企画なんかやられているんですけどもまあちょっとなんか惜しいなみたいなことをちょっとおっしゃっていたのはですねあの例えばあの古いものですよね倉庫ですとか,なんかそういったものを例えばリノベーションしてなんかあのレストランですとかあのいろんなあの小売店を配置するなどですねまあ地域の,あの方々でそういったあの居心地のいい居場所を 作っていくみたいなことをあのされたりしていたんですけどもなんかある時ちょっとそれがまあうまくですねあの継続できなくて壊されてしまってということですねあのやっぱり昔からあるまあ良いものをですね残していくということがまあ時に。 やっぱり地権、えー、者の方ですとかその所有者の方々のま都合でですね亡、まあ、くなってしまうというの、まあ、これ残念ながらよくあることではございますけどもやっぱりそういうふうになら,な,ならずにですねなるべく まあその古いもの,まああのそこにずっと根ざしたものを残しながらそこに価値を新しい価値を付加していくっていうようなことができるといいなというふうにまあ話しておられましたでこれ非常に大事な概念でもう例えば京都ですとかねもう本当千何百年前からずっとあるところにですねまあ古い建物なんかもまあ残っていてまそれをうまく活用しながらその時その時の文化に あのうまくこう寄り添ったですねあの市民の皆さんに受け入れられるようなそういう居場所づくりっていうのがあのされていくことで今日まであの発展してきたというようなところに対してまあ本当横浜はこれから作っていく新しく作られているものが多い中でじゃあ新しくできたものをどういうふうに残していってでそれらがどういうふうにえより良い進化を遂げていくのかいわゆる価値を高めていくのかこういったことにもっとこうえまあ チャレンジしたいというか、あのすこういったことが動きが進んでいくといいなというふうにおっしゃられていたのがあのすごく印象的でした。そうですよね。なんか価値がまあ、どんどんあの高まっていくあのその価値をただ消費するだけではなくて、その価値をより高めていくための活動っていうのは何かできないかという問題認識ですね。あのすごい面白いなというふうに思いました。はい。であの私の前ね昔横浜住んでたことがあったんですよ。1年半ぐらい。まあ、でもその時はちょっと結構ね山奥の 山奥って言ったらあれですけどあの駅からね歩いて15分ぐらいの,あの公務員宿舎みたいなところに入ってたのであんまりちょっとその地域のね方と接点ですとかまああのよく見れたわけではないんですけどもまあ確かにあの横浜特有のこう面白い。 あの地形といいますからしさみたいなものはある程度感じましたけどもあのそういうクリエイティブな方々が実はいるみたいなこともあの住んでみないとなかなかね分かんなかったりしますしあのやっぱり特徴的なあの地域っていうのはすごくたくさんあってですね例えば東京でいうとなんかあの辺はああだねとかこの辺はああだねとかそういう話よく出るとは思うんですけど横浜についてはですねまああの東京いわゆる江戸時代から開発された地域に比べるとまあ比較的歴史は浅いは浅いかもしれませんけども やっぱりダーターそれぞれの地域に特徴みたいなものは出てきているはずで、まそういった特徴をま地域の皆さんが実は結構愛しているっていうようなそんなような印象があります。はい、あの、これちょっと私がね触れている方々が、あのたまたまちょっとそういうことが多いのかもしれませんけども。 まあ,あ,のあまりこう外にはねそんなに細かくは引き知られていないかもしれませんけどもまあ地域の皆さんがですねそ,のそれぞれの横浜の中でも本当、港と未来だけがね横浜じゃなくてもうたくさんの区がありますそういった区それぞれの特徴をまあ愛していたりですとかあの住み心地をまあ良さを感じているといったようなことってやっぱりあるんじゃないかなというふうに思いました。はいということでちょっとまた横浜ね。 なかなかちょっとあまり行く機会ないんですけどもまあそう言われてみるとやっぱりその地域のね人たちのまあ自分たちの町を同行ううしていこうという気持ちっていうのはあの非常に興味深いものですしちょっとそういったのをあのまたですね触れていく機会ができたらなというふうに思いました。はいということでまた今度あの横浜行きましょうということで今日は締めて。 今回のイベントはまあ締めさせていただきましたけどもあの、はい、ぜひあの横浜の皆さんともちょっとまたあの触れ合う機会ができたらと思います。はい、ということで皆さん、ぜひ横浜愛をですねあのこちらの番組でもお寄せいただけたら嬉しいです。はい、ということで市民起点のスマートシティを語る会クリエイティブシティとはということでインフォランジ株式会社小林巌さんにお越しいただきました。またアーカイブの方は、えー 公開されますのであのお聞きいただけたらと思います。はい、それでは